いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。サブクエがたくさんありそう。そして日本語がたくさんある。レストラン、ホテイ、スーパーガールズ、スーパーガールズ、テリオン、薬、酔いどれなんとかっていうのも今一瞬。あ、ミツバチの館。とりあえず片っ端から探索してみるか。これ民宿。なんかね、古臭さと真新しさが混ざってるような街だよな、ここ。よっ、そこのご両人、本日の宿はお決まりですか？お二人にぴったりなお部屋をご用意してますよ。うせろって言いそう。うせろ。ごめんね、急いでるから。ご利用の際はお声掛けください。うせろなんて言っちゃったけど、ちょっと気になる。どんなお好みにも対応しますよ。入ってもいいのかな。あー、そういうホテルっぽい。ようこそ。ご休憩ですね。あれ、金取られ。行ってらっしゃいませ。ない、嘘。ロッキー、ごめんなさい、いかがわしいホテルだと思った。息子のジョニーをウォールマーケットで見たという噂を聞きましてね。ジョニー、旅立つあいつに愛用の枕を届けに来たんですよ。息子のことは信じています。だが、雄大な精神は健やかな肉体に宿る。そして健やかな肉体を育むのは良い睡眠ですからな。父親なの？全然似てない。あ、自販機か、これは。あ、違うんだ。トイレ。あ、宝箱。勝手にいただいちゃうぞ。興奮剤。興奮剤が出てきたよ。狙ってんだろ。あ、これいつの間に寝しまったんだ。なんか思いのほか普通のホテル？ホテルというかホステルみたいな。うわ、扇風機が古い。確かに思っていた宿とはちょっと違うというか、だいぶしょぼいな。平屋だし、左から行ってみるか。アイス、焼き鳥、大衆食堂、飯どころ。わわわわわ、いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。おー、ラブレス。ご注文は？おいおい、まだ食うのか？座れはしないんだ。食いだめておくんだ。あー、カレーマン、小籠包、親子丼、焼きそば、親子丼、焼きそば、餃子、唐揚げ、野菜炒め。あれ？閉まっちゃった。あ、自動だ。よくできてんな。焼き鳥？本当に焼き鳥？闘技場で大穴でも当たらなきゃ無理。こっちはなんだこれ。お茶でも作ってる。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。とろとろ。
あいつ、ちょっと待って、早い。あれ、ここって、あははああ、入るべきか、入らざるべきか。俺ってこんな時、文学的になっちゃうんだよな。わかるか、この感じ。わかんない。だろうな、そうだろうよ。文学って顔じゃないもんな。その純朴な顔つきは体を動かしてなんぼ。やるせないモヤモヤは運動で解消って世界の住人な。なんだ、質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか。街を出ないでジョニーってよ。こうしていられない。ディファー、ディファー、ディファー。あの人、何。気にするな、知らなくてもいい。気にしちゃいかん。エクストラジョニーだったけど。あ、クリアなんだ。うん、ちょっと待って、ここはもうちょっと周りを見てから来よう。多分このエリアも相当広くなってるよな。というかジョニーはそうだ、目隠しされて拘束されていたから、クラウドの顔なんて知らないんだ。ああ、酔いどれ。待って、今どこ歩いてんだこれ。マップを覚えないと迷うな。さっきそうだ、ここ通ってきたんだ。ああ、で向こうがコルネオの館だね。チョコボ豆のポップコーン。酔いどれ。チョコボの形をした可愛いお菓子、居酒屋。あ、ダーツもある。これはできないのかな、今は。こんにちは。どうもどうも。私、シンラレコーズからデビューしたものの、ヒットには恵まれず、苦節7年。今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。なんかとても棒読みだった。ああ、メニューが飯どころと同じ。お邪魔します。何それ、肉の塊。お邪魔しました。曲はもらった。ああ、ミッドガルブルース。なんかもう一曲かかってない。まあいいや。こっちは、あ、男出た。あ、だんね、はい、だいぶ仕上がってきただろう。これ当時男って読んでたけど。うわうわうわ、男くせ、切磋琢磨って。なんかあるぞ、ハチマキ。ハチマキ、ああ、睡眠状態を完全に防ぐ。ここはね、男くせ。スクワットしてるし。ここから10回、この10回が伝説の。ちょっとこっちの入り組みエリアをもうちょっと見たかったし、あ、アイテム屋もあったのか。ちょっと戻ろう。マテリア屋もあったし。あー、またいるこいつ。クラウドさん、研究のためならどこにでも赴く覚悟ですが、進捗はクラウドさん次第です。ご協力をよろしくお願いしますね。チャドリ必ずついてきてるな。そういえばシヴァやっとこさ手に入れたのに一回も使ってない。魔法追撃。
買っとくか。ていうか持っていないマテリアはとりあえず買っておこう。たった100ギルなんだし。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。はい。待て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 、モンスターバーガー、見た目が悪すぎる。バトルレポート増えた。あれ、なんかもう達成してるような。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。はい、これで仮説が現実になると。また新しいマテリアを開発できましたよ。 ATB 連携。あー、良さそう。困ったな、良さそうなマテリア本当満載になってくるから。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。スロットがいくらあっても足りねえ。居酒屋がたくさんある。おでんもある。現実世界で行きたい。で、薬屋が。いらっしゃい。薬屋だが、アイテムも扱ってるよ。そう、アイテムも扱ってるところ。あ、買っとこう。マイドリー。これ、ミツバチの館のテーマだ。これはバーか。で、あとはなんだこれ。ん？え？壊れてる？物騒だぞこれ。らっしゃいませ、らっしゃいませ。あとはこっちか。めちゃくちゃ入り組んでる。水道局？あ、ジュークボックス。腐ったピザの下で。あ、なんだ？人が見てるって。いかがわしいことしようとしてる奴らはあの宿泊施設に行くという。神羅の輸送艇出るのか。宝箱。バフ系ドリンクは一回も使ったことがない。あとはまだちょっとあるな。広い。こっちにもなんか伸びてるな。あ、そっか、こっちは近道しない方か。街道の方だ。商店街？一括銀行。なんだここ入れない。あー、で、こっち。あ、今その人に喋りかけることができたけど。ん？なんだここ。急に静かになった。あ、何あいつ。お、あ、あらららららら。おい兄ちゃん、ここで粗相したら分かってんだろうな。ノトレ人でも助けてやんねえぞ。絡まれサラリーマン。腹が苦しい。そういうプレイかな。何してんのそっちは。やだ、絡まれる。治安悪いよ。例の件の後始末は。すみました。ですが若い。こんな裏路地まで来るとは好奇心旺盛だな。度胸に免じて見逃してやろう。今夜だけはな。
ほう、うちの若いのもですか。当然だ。おい、おい、オルネオやサムにつけ込む隙を与えるな。くそ、すぐに処理します。と、通れない。あんたは何も見なかった、そうだろ。いや、いろんなもの見ちゃった。とにかくその宝箱だな。くそ、通れない。めっちゃ喋ってっけど。まさか俺にどけって言うつもりか。見逃すのは今夜だけだ。うせろ。こんな裏路地まで来る度胸に免じて見逃してやろう。今夜だけはな。あの、うちの若いのもですか。後でまた来よう。本当にいい天気。変人の集まりだ。町の上がりも相当巻き上げられているはず。その人は？大丈夫かな、あいつ。調子悪そう。でも、この路地って…やばいって噂だよな。だから、早く出てこいよ。本当にやばかったもん。あ、ここは閉まってる。手もみ、マッサージ。あ、マテリアショップかな。おお、どんな格好だよ。看板見ただろう、マテリア屋だ。はい。全部持ってるね。あ、一個だけ HP アップは持ってないか。毎度。はい。手もみ屋、あ、入れる。あれ？入れない。入れない。こっちはもう街道方面だね。ちょっと気になるから行っておこう。あの教会エリアのところもひょっとしたら教会の方に一度引き返すことができたのかもしれないというか、多分できたんだろうけど。見落としはもう嫌だからこの辺探索しておこう。ペンダント。ん？このペンダントは毒を防ぐ。なんかね、終盤とかになるとこういう状態異常系、あらゆる状態異常系を防ぐっていうアクセサリーとかもあったと思うんだけど。これは戻っても何もないかな。若干人がいる。というか公園に着くのか、これ。なるほど、何もないか。マッサージ屋入れなかったっしょ。ああ、さっきのあのミツバチの館周辺をチェックしたいな。あらららら、そう、そういう店エリアだよ。ああ、もうわあ、なんか太い人もいる。ここミツバチでしょ。こっちなんかある。あ、待って、なんかいる。どうした？なんて格好してんだよ。わ、あ、何？こっちのセリフだよ。
それだけか。なんかサブクエスト臭いな。何もない。お邪魔しました。出禁の客も多い。こっちにも何かある。路地が多いな。最高のハニーガールはメリッタちゃん一択。これは歴史的事実かつ宇宙。毎度。いや、危険に備えるって大事ですよね。だいたい路地にあるアイテムは障害保険にも入った方がいい。人が溜まってるせいで拾えに行けない。この辺どう考えてもエアリスを連れて歩くエリアではない。あとはこっちだ。この細い路地を抜けていくと。お前未だにミツバシとかに通ってるのか。カジにバレない秘密のルートよ。ガラクタと酔っ払いが転がる獣道だがな。どこに繋がってるの。奥にいるやつ大丈夫なのかね。ただの酔っ払いだろ。ま、珍しくもないか。奥？あ、マテリア。あ、静かになった。オッス。ダメだ。この匂いだけで。マジで苦しそう。患者ってなんだっけ。そんな設定あったっけ。まあまあまあ、バリア、バリアマテリア。そんなとこかな。まだミツバチの館には入れないもんね。申し訳ございません。ただいま準備中でございます。はい。さて、じゃあコルネオの方の館へ行くか。ああ、洋服屋入ってないけど、入ってないけど、入ってないけど、絶対後で来る。ここはじゃあ館行こう。あ、待って、この辺にも何かあるな。武器屋か。銃売ってるけど。ようこそウォールマーケット1の武器屋へ。お、剣。あ、インフィニットエンド。 ATB ゲージ2消費か。初めてじゃない？店で剣売ってんの。あ、おまけにいいもの結構売ってるけど結構高いな。待てよ。どうぞごひいきに。今は休戦条約を結んでるらしい。あ、他に売り物はないのか。アイテム整理しよう。ああ、そういえば AI コアいらない。高値って言うけどそんなに高値でもないな。ドリンク、この辺はあんまり売りたくないな。今あるお金でちょっとアクセサリーが欲しいな。5000ってなかなか高いな。でも力が増えるってのは結構魅力的。一つだけ買っちゃおう。で、マテリア枠が武器を変えたことによって一つ減っちゃったから MP アップを外して風を再装備。だけどこれで ATB ゲージ2つ消費する。強力な攻撃を出せるようになった。で、
こっちはコロッセオ。まだ入れない。あれ見て、コルネオ。あそこだね。ああ、あ、これが確かにコルネオ。こっちはなんだ。あ、開発地区。先に見てもいいかな。モンスターが出てくんならこの剣の試し切りしちゃうけど。あ、本当に開発地区だ。何にもないね。この剣でかいな。バスターソードと同じぐらい。あれ？アバランチの落書き。でっけえ落書き。さてさて、コルネオね。コルネオ、漢字で書くとそう書くのね。ずいぶんいい館なことを。1200ギル。ずいぶんじゃねえわ、めっちゃいいじゃん。大豪邸だよ。こんなんだったっけ、この館。外周もちょっと回れる。殿が住むようなとこだよ。エーテル。お邪魔する。